気がついたか。すまない。どうなってる。さあな、タイタンと芝のせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。それで？予想通り鉄王国が引き始めた。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣芝のドミナントを撃たずに戻ればどうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だろう。死にたいなら別だが。こんなところで俺は死ねない。決まりだな。それじゃあさっさと行こうぜ。長居は無用だ。しかし召喚力があれほどとは。人の姿に戻ればやれるはずだ。その時を。狙うしかない。めちゃくちゃに仕上がって、あの化け物どもめ。とにかく芝のドミナントを探すぞ。鉄王国の兵士どもだ。タイタンに手ひどくやられたが、だが数が少ない。あれは本体じゃないな。待て。エンファーチ、ベッツだ。シヴァのドミナントがいる。ついてるぜ。何？間違いないのか。あの国じゃドミナントは奴隷も同然、化け物だったな。クリスタル聖教を信仰する奴らにとって召喚獣の権限は最も危険な儀式。それを執り行うことが許されているのは司祭どもだけだ。さっさと片付けるぞ。トレイスカット、アディアリネアシャガリン。
What Alvation now, King? Alad Scully asked. やったか。まだ息がある。急げ、別の一団が来るぞ。まさかそんな、なんで、なんでジルが。どけ。俺が片付けてやる。
集中しろ。彼女は知っている。何を言ってる。状況がわからんのだ。このままじゃやられるぞ。気を引き締めろ。なんとかなったか。これは命令だ、ワイバーン。そいつを殺して今すぐ首を切れ。俺にはできない。できない。サンブレック公国を裏切るのか。俺はただ生きるために剣を振るってきただけだ。あの国に忠誠を誓った覚えはない。誰の指図も受けない。いいだろう。ならば俺は任務を果たして生きる。その娘と貴様を殺した。俺も彼女も。お酒。
来い。シド、早く。長くは持たん。さ、こっちだ。くそ、どうなってる。風獄区か、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは。召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ、芝は抑えたか。とはいえ。私を好きにしたいなら、もっと働いてもらわねば。姉さん、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達。こちらも動く。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ。後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ロズフィールド。さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが、本当に生きていたとは。安心しろ。お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。目立った傷はないが、一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。いえ、俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。バーサにどやされる。詳しい話は向こうについてからだ。行くぞ。
もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。まさか空の文明の一石か。ああ、曲がりしてる。雨風をしのげるんだな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったかな。うん、いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。分かったわ。グッズ、手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。あのベアラー兵、新入りかしら。おうおう、なるほどね。そろそろ新しい剣が欲しいんだ。ブラックソン。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレク公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷落ぶりだな、ロズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ？どうもしない。
自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の仇を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か？どうだ、付き合うか？仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。シドが連れてきた。確かグズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか？ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か、行ってみよう。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。あんたがブラックソーンか？だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。こいつは酒のダチンだ。
次回から素材はてめえで持ってこい。恩に切る。シドに振り回されん。グツに礼を言うか。助かったよ。装備が整った。そうよかった。着いたぞ。もう少しだ。おい、その辺を開けてくれ。やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつ、すまんが、タルヤ、あの医者のことか。あら、お見舞いなら別の機会に。いや、あんたを呼びに来た。患者はどこ？ああ、これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が。今回はまだうまく助けられ。お前さんか。俺はオットーだ。出かける支度をしてならカロンバ。ああ、そうする。助かったぜ。ここに居つくつもりはない。そう言うなよ。あんたがカロンか。ご挨拶だね。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたが感謝するなら、私は商人の端くれだ。さて、道具がいり。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。
支度は？また出かけるのかい、シード。モテる男は忙しいのさ、カロンバーさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。ああ、よしよし、いっぱい食べたね。また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない？仮にもお尋ね者なんでね。おいそれと大街道を通るわけにもいかないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか？いいや。ならいい。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。さあ、日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。そうそう、この道も少しばかり魔物が出るからな。
襲ってくる奴らには気をつけろ。いい気なもんだ。緑が豊かすぎるのも困ったもんだが。クライブ、こっちだ。早速のお出ましだ。片付け。おい、今のはまさか北部の主じゃないか。黒の一帯が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたのかね。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。先へ進むしかないんだろ。おっと、気をつけろよ。この辺は花に化けた魔物が出るからな。そういうことは早く言え。先導ご苦労。おかげで進めるよ。先に行け。では遠慮なく。
空の文明の遺跡がここにも。ここらには似たようなのがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。こっちだ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。おいおい、嘘だろ。まったく道が塞がっちまってる。トルガル、こんなところに道が。ありがとう、トルガル。ひどい血のようだ。北部の主の姿が。ついたか。シド、今のうちに。ああ、そうしよう。
クライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなるとはな。自慢を抜けるしかないのか。ついにさっきまでの話だった。お手並み拝見といくか。手間のかかる。ドミナントだったのか。ああ、そうだ。何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラーは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラーはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。
お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。うん。クライブ、お前こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ、わかってるさ。